で、昼ですね、昼の部、アベンジャースクール昼の部、スポーツ部門担当の中澤です。よろしくお願いします。今、ちょっとやる前に話していたんですけど、まあ、体を絞るっていうところをテーマに、まあ、ちょっとやっていきたいなっていうお話をちょっとしてたんですが、絞るってなかなか難しいんですよね、当然。蓄えるのは早いんですけど、取るのってなかなか大変なんですよ。で、まあ、30を超えると代謝サイクルも変わっちゃうので、もう効率的にエネルギーをもう、なんていうんですかね、使うというよりも、中に一旦溜めて使うサイクルになっちゃうんで、気づいたらお腹が出てるみたいな状態になりやすくなるんですよね。だから、基本的に運動、絞るんだったら運動とプラス食事にやっぱりなってきて、まあ、割合としては、朝昼晩で言うと、朝昼晩が10だとすると、どんぐらいの割合で取ったらいいと思います？例えば、まあ、3対3対3だったら、まあ、ちょっと足りないんで、3対5、3対5、3みたいなイメージでとか。4対4対2。2。ああ、なるほど、なるほど。うん、思う。同じくらい。ああ、なるほど。まあ、悪くないですね。最後は2っていうのは合ってるんで、まあ、理想は3対朝3、昼5、夜2ですね。っていう食事の、これ量の話ね。うん。量はそうやってやってあげると、まあ、必然とその状態でも結構痩せてくるっていう。はい。まあ、食べるものとかね、量を決めたら質になってくるんですけど、まあ、それを組み合わせると、痩せる。まあ、糖質カットだったりとか、よく炭水化物ダイエットみたいな。炭水化物食べないダイエットっていうのは、短期的にはすごい痩せるけど、リバウンドが非常に起こりやすいから、うん、あまりおすすめしてない。この前もちょっと話しましたけど。で、絞りたいのであれば、運動、最後の3分のやつとかを、ちょっと有酸素系に変える。うん。例えば、足こいだりとか、あとあれを、例えば伊藤だったら、エアロバイクある？学校にはある。学校に。あれを、20秒こいで10秒休むっていうので30秒じゃん。うん。これを8回やる。そうすると20秒全力こいで、うん、で10秒休んでっていう感じの最後8回やるとだいぶ落ちる、これ。ああ、なるほど。俺も今やってんだけど、それ朝、毎朝。この20秒は何？重くやんの？軽くやんの？ね、従来でいいかな、重さよりも速さっていうか、もう漕ぐスピード。あ、自分の全力で毎回漕いでいくから、まあ、最後も全然漕げなくなるんだけど、それぐらい出すと、この1日から2日ぐらいは脂肪が燃えやすい状態になるから。なるほどね。うん、だから一番体重を落として絞りたいっていうんだったら、そういうトレーニング、ヒートっていうんだけど、タバタ式のトレーニングみたいなのも今流行ってたんだけど、そういうのがおすすめかな。なるほどね。それを一回取り入れてみるのもいいと思う。うん、だからバービー、20秒バービーやって、10秒休むのを繰り返しやるみたいなのでも OK。うん、だからちょっとこう全身運動を入れていかないと痩せないから、いつもさっきやってるのは腹筋だけだったりとか、まあ、たまに全身運動するけど、それってやれると結構絞れる。あ、うん、絞るっていう目的だったら、ちょっと時間短くギュッと質上げて、きついけど、頑張れればいけるかなって感じ。なるほどね。1、2週間で多分結構落ちるよ。ん？ 1、2週間にやれば多分落ちる人で3、4キロ落ちるかな。じゃあチャリンコだな。あんまりジョギングとかは意味ない。時間がかかる。あ、うん、ね、ジョギングやるんだったら1分歩いて2分ちょっと早めに走るみたいなので、あ、インターバルみたいな感じで、それ3分じゃん、うん、それ5セットでもう15分だから、うん、同じ時間で走るよりちょっと 80% ぐらいで走ったりとかした方が、うん、体がその負荷が高くなったって勘違いして、いっぱいこうエネルギーを回そうとするから。なるほどね。そうそうそう。そっちの方が絞るとか痩せるとかになると、同じ距離をずっとだらだら走るのはいい。筋肉、持久力がつくだけだから、これ。あ、心肺機能系のトレーニングとはまた違うから。逆にそのなんかダッシュとかすると、体がゴリゴリ系になるってわけじゃない。
あ、ない。あの、ゴリゴリ系になるのは、基本的には、あの、絞れてからだから大丈夫。あ、なるほど、大丈夫、まだ大丈夫。そう、ただ怪我だけはちょっと危険だから、バイクとかの方が安全。あ、なるほどね。うん、ちょっと慣れてから、まあ、段階的に、最初6割ぐらいで走ったりとかでも全然 OK です。うん、まずはバイクだよ。まあまあ。まあ引いてんじゃないよ。取り入れて、プラスアルファで取り入れてみていただけると思いますので、お願いします。はい。はい、じゃあ、ストレッチしていきましょう。じゃあ、右足前出して、前だね。さあ、右にぐるっと上げて。1。2。息を吐きながら、なるべく骨盤を動かさないように。1。ラスト。はい、OK。では、そのまま後ろに。1。2。3。オッケー。じゃあまた行きましょう。左足に変えて前習え、右に上げていって、しっかり背中でぐーっと持ってくる、腰で反らないように、あと足を動かさないように気をつけて。2 3 4。オッケー。では開いて、後ろに。2。3。ラスト。はい、オッケー。では、もう一度右に切り替えて、両手ついて、後ろ伸ばして、もも裏、膝裏、ふくらはぎ伸ばして、前に行って、右手を開く。1。後ろ。前。2。後ろ。前。3。後ろ。前。1。ラスト。はい。5。オッケー。反対行きましょう。左に変えて、また後ろに手をついて、伸ばしたら右手をついて、左手を開く。1。後ろ。前。2。後ろ。前。3。後ろ、前、し、後ろ、前、5。OK。では、ちょっとだけ背中伸ばしましょう。このままお尻ぐーっと後ろ引いて、指先見て、背中を伸ばします。そう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 。ぐーっと。で、右側に移動して。もうちょいお尻引こう。後ろにお尻引いて。お尻引いて。そう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 。で、下を見ないように指先見て。はい、反対行こう。1。ぐーっと。背中伸ばす。はい、戻します。OK。では、立ってもらって、両手をついて、ちょっと全体伸ばしましょう。1、1、1。で、いけるところまでしっかり伸ばして、で、手で戻る。1、1。はい、もっといきましょう。1、1、1、1。で、足を最後持ってきて、裏を全体伸ばします。OK。OK です。では、
トレーニングの方に入ってきますので、水分補給を各自やりながらやっていきましょう。OK。ではまずは、通常のプランクという動きですね。肘ついて、お腹を下げないように上げる。これでキープしましょう。はい、肘ついて、いきますよ。レディー。足伸ばして、アップ、そう。受け止めないように。息吸って、呼吸して、ふーっと吐く。お腹が下がらないように、お腹下がると腰反っちゃうので、ぐっとしっかりお腹でキープします。3、2、1。はい、OK。いいですね。だいぶ安定してますね。じゃあ次は股関節を一緒に動かします。今の姿勢になって、このまま足を持ってくるよ、これ。足を持ってくる。足を振ってみます。横の腹筋も使います。ちょっとやってみましょう。上げて、そう、そうそうそう、1、2、そのまま3、4、5、6、待って、7、地面に足つかない、8、9、はい、OK。二度足首じゃない、股関節が硬いね、だいぶ。うん。そこをちょっと動かすようにやっていきましょう。そしたら次は、四つ這いになって、ちょっと足を伸ばすやつやります。そのまま、できる方はこっち。で、手つきましょう、今日。肘つきいきましょう。この状態で、手と足、右手と左足伸ばして、で、このままタッチして、伸ばす。そう。2。厳しかったら足をついて OK です。3。4。5。6。7。8。9。OK です。いいね。そう、OK。 まだ反対いきましょう。今の状態で、この状態から足ちょっと上げて、で、右足と左足伸ばす。で、タッチ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、OK。OK、ナイス。OK、OK。では、ちょっと股関節。腰痛の場合は股関節しっかり動かす。この股関節ってここね、この付け根のところ。これちょっとやっていきましょう。この状態で寝てもらって、手つきます。肩幅に足開いて、膝を自分の胸の方に持ってくる。へそぐらいまで。で、足を伸ばして、倒す。この時に体をこっちに持っていかないように。このまま倒して、内側で上げる。で、戻して、下ろす。一回。で、また上げる。伸ばして、倒す。そうそうそう。で、戻して、曲げて、戻す。そうに、上げる。お腹で上げて、伸ばす。横に倒して、はい、持ってきて、戻して、下ろしたらすぐ上げて、1、伸ばす。そう、横に倒して、一定のところに倒して持ってくる。下ろす。はい、ごいっしょ。
伸ばして倒して、はい、戻す、下ろして、下ろす、 OK。 では反対いきましょう。この状態で右足持ってきて伸ばす、でぐーっと下ろして、はい、起き上がらせて戻して、1前上下ろして、はい、上げて2アップ伸ばす、下ろして、はい、戻す、下ろす、下ろす、3、はい、あと2回伸ばして、下ろして、はい、戻して、戻す、ラスト、グッといって伸ばして下ろしてきて、はい、戻して下ろす、 OK、 ナイスです、 OK。 では次、横向き、お尻とこの横の腹筋使いましょう。まずはここを両膝曲げて上げる。まずこの状態作ります。で、足を伸ばして、ここをキープしたまま足を回します。1、かかとから円を描くように、2、3、お尻使って、4、5、6、7、8、9、はい、反対回し、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、 OK。 お尻とこの横の腹筋 OK。 じゃあ次は肘をついて、ちょっと自分の方向の近くに持ってきましょう。で、今度は下の上の足で踏ん張る。ここでしっかり踏ん張りながら体を上げる。で、足前、そうそうそう、一度その状態で足、体を上げる感じ。そう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 、行きましょう、レディーゴー。上げて、体まっすぐ、内転筋とここの横の腹筋使います。頭がこう下がらないようにまっすぐして、そう、3、2、1、OK。オッケー、反対に行きましょう。いいね。はい、今度はまたお尻とこの横の腹筋使います。この下、下意識とお尻、いきますよ、しっかり寄せて、まず上げる、で伸ばしてから回しましょう。レディー、はい、回して、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、 OK。 すごい重りがついてましたね。で、今度はまた引き付きでこの上の足で踏ん張る。はい、しっかり踏ん張って、こちら足曲げて上げてくる。いきますよ。よーい、はい、アップ、スタート。呼吸止めないように。おー、いいですね。3、2、1。OK。 内転筋ですね。今のはこの内転筋、内側の筋肉を使っています。 OK。 ではちょっと先ほど言ってたような有酸素ではないんですけど、少し負荷かけていきます。スタートはこの姿勢、さっきのやつですね。で、このまま腕立て伏せの姿勢になります。上げる、上げる、はい、で、バンザイ、バンザイ、肘つく、これ1回、1、2、バンザイ、バンザイ、戻る、
オッケーですか。いきますよ、レディー。まず肘ついて、はい、足上げて、よいしょ。はい、手伸ばす。前、前、肘ついて、はい、上がってすぐ、1、1、はい、肘ついて、はい、登って、1、1、はい、肘ついて、はい、上がって、万歳、万歳、はい、肘ついて、登って、1、1、肘ついて、登って、お尻振らないように、1、はい、頑張って、あと1回ずつ、はい、肘ついて、登って、1、はい、OK! OK! まあ、こういう運動を20秒とかやってあげるといいですね。はい。で、10秒休んだらまた20秒いくみたいな。そうすると、今の全身運動になるので、ちょっと下半身弱いですけど、まあ、体幹と上半身使うような運動。っていう形ですね。で、次じゃあ、下半身に行きましょうか。下半身は、まあ、いつもちょっとやってるランジ。この状態で、手を前にして、肩幅ぐらいに足を開いて、前に足を出す。で、蹴って戻る。左。そう。右足から1そうで、ちょっとストップ伊藤、まあ、田村もちょっと近いかな。出した足についた瞬間に乗る。今2人ともついて膝こういう感じになってるから、出したこの足に対して全部同時に乗る。で、戻る。なんとなくわかるか。もう一回右足出して、このまま乗っちゃう。そう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 。一、前、二、三、そう、伊藤いいね。四、腰丸めないようにと、そう、前向いて、五、六、あ、ちょっとストップ。わかった。足を上げた瞬間に、後ろになって前にこういう風に流れるから、足を上げた瞬間にもうこっちに前に出てるような感じ。糸こうなってるから、つく瞬間が腰反っちゃってるから腰痛くなったり不安定になっちゃうから、出した瞬間にもう前に体が倒れてる感じ。そう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 、そんな感じ、そんな感じ。もう一回いこう。右。そう、戻って。左。そう、たぶんいいね。そうそう、やりたくも OK。右。そう、下向かないように目線まっすぐ。前向いて、顔上げよう。はい。3。ふぅ。前。よいしょ。やっていくぐっと OK。 そう、これも今みたいに足を前に出してやることによってちょっとこう全身運動になるからいい感じですね。ごめん。 OK、 ありがとう。お疲れです。そう、だから伊藤の腰痛もちょっと股関節がうまく使えてないところあるかな。多分全部の動きで足を前に出すイコール体がこう後ろに倒れる。多分歩いてる時もこういう感じで大げさにやるとね、ずっと腰反ってるような状態になっちゃうから、腰をこうさらにこうやりたくなったり、こういう風にやりたくなっちゃうんだよね。そうだから、イメージ出した足にこのまま乗っちゃう。そう、こっち向きでカメラに対して横向きになれる。
そう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 。で、右足前出して。あ、そうそうそう、OK、OK。OK、戻して。で、今前出したときに、ちょっと左足でやると、足だけしか出てないんだよ。体が残っちゃってんの。で、重心って、お腹のへその下にあって、人間の移動って、歩行って、前に移動することだから、重心が移動しないと、これ前に進んでないってことになるんだよね。だからこれは、足だけ前に出したら何が起こるかっていうと、体をこう倒すんだよ。これでこうやって進んでやる、こうやって。大げさにやるとね。なので、足を出したら、これに出したときに、骨盤、この重心も一緒に前に持ってくる。こんなイメージ。そう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 。そう、一緒に出しちゃう。骨盤を。ここを一緒に持ってくる。そう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 。そうすると、勝手に前に進むと思うんだよ。足が。よく足前出してって言うと、みんなこうやって、体を残した状態で足前出したから、これってすごい不安定で、もう腰も痛くなるし、膝も痛くなったりするから、必ず足出すときは、ここも持ってくる、一緒に。多分座ってるときもそうなんだよね。うんうん。そうだね。こう座っちゃう。こう座っちゃう。そう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 。染みついちゃってるから、うん。うん、その意識を変えるだけでも、多分かなり腰痛も良くなるし、なるほどね。積み重ねかなって感じだね。はい。うん。なんで、そこをちょっと、シェアさせてもらって。じゃあ、ちょっと最後は、いなくなりましたけど。行きましょう。はい。じゃあ、ちょっと、きついかも。伊藤のマンションって、あんまりバタバタすると怒られる？まあ、結構響くね。結構響く。うん。OK、じゃあやめとこう、あれは。じゃあですね、今言ったように、足を前に出すには体を前に持っていくって言ったんですけど、うん、肘を引くことがすごい大事なんで、まずこれ、しっかり振る、はい、やつね、最初、うん。これでしっかり振る。できるだけ早く振って、まあ、これどちらかというとさっき言ったように有酸素系ね、どちらかというとこう、早く動かして頑張る。前で動かすんじゃなくて、後ろでなるべく引いて動かす。やっていく。で、次は、で、これ、こぐ。こぐ。うん、これ。これが2つ目。で、3つ目は、どうしようかな。3つ目は、これ上げて、回るやつ。あ、OK。全身運動が結構続くから、頑張ってやっていきましょう。はーい。あれ。よいしょ。 OK、 じゃあ行きますよ。5秒前。あら。 OK、 行くよ。5秒前。ゆっくり落ち着いて、うん、エゴン。振て振て、そう、頭下げないように。ふっふっふっ、いいね、早かったね。ふっ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 、そう、はい、下向きに、こっちが、これでこう、ふっ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 、
ピーゴーゴー、これでこれで膝を持ってきて、膝上げて、そう、1 1 1 1、ふう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 、はい、押し上げて回る、ふう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 、はい、行きましょう、えい、待って、よいしょ、動いた、ふう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 、ふう、ふう、見て見て、前見て、はい、キーゴー、ふう、これで、これで、はい、これで、いい、ラスト、まだまだ、はい、足上げて、回って、ふう、動かして、よいしょ、あ、でも、はい、OK、OK、お疲れ様でした。しっかり水分補給して、ちょっとクールダウン行きましょう。OK。なので、両手後ろをついて、後ろに手を引いて、手をホームの前にぐっと前に伸ばして、OK。じゃあ足広げて、手をついて、一回お尻引いて、そうそうそう。で、右手で左のつま先に向けて、ぐーっと。いいね。はい、OK。反対。はい、OK。今度は、あぐらかいて、かかとを自分の体の方に寄せて、ぐーっと肘で押す。息を吐きながら。OK。ちょっとお尻伸ばしていきましょう。この状態で足組んで、両手を入れて、そのまま寝ちゃいましょう。お尻のストレッチです。そうそうそう、頭もつけちゃっていいよ。頭もガーッとつけて。OK、逆行きましょう。はい、お疲れ様でした。疲れ様でした。リクエストの形でやってきましたので、はい、あんな感じでやってあげると、まあ今ので20秒、まあこれを20秒かける3で、3回だから9回かな、全部で。うん、それでもいいんだけど、レスト入れた方がちょっと回復しようとしたところにまた負荷がかかるみたいになるから。なるほどね。そうそうそう、結構インターバルの方が体の負荷は高い。ああ、うん、これ続けてやっちゃうと、まあ悪くはないんだけど、やっぱりなんか続けるとだんだん
その負荷というよりもスタミナが追いつかなくなったりとかするから、うん、そうそう、ちょっと回復させて気が緩んだら戦いに帰った方が結構スタートだったり体への負荷は高いから。なるほどね、うん、なんかさ、よくさ、有酸素は20分以上やった方がいいとか言うじゃん。うん、あれは実際この3分ので十分なの、それともその後にもっと何かやった方がいいの？あ、やった方がいいけど、いろんな方法論があって、本当に出し切って20秒出せるんだったら、あれでもう多分できない、うん、もうそれ以上。あ、なるほどね。そう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 。じゃあ基本的にさ、例えばさ、学校とかでやるじゃん、俺。30分ここでなんか基本的な筋トレやるじゃん。うん。で、その後に、その3分間チャリンコこぐぐらいで、1日のトレーニングとしては結構十分な方。あ、十分。てか、俺それしかやってないですよ。ああ、なるほどね、うん。基本的には、なんか量より質をやった方が、まあ、やっぱり時間がない中でさ、今後のことも考えて、うん、なるべくコンパクトにしてる方がいい。そう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 。だからチャリンコは結構、うん、毎日やった方がいい。毎日やっても大丈夫、それは。ああ、うん、なるほど。で、やり方って伊藤が続けられる、結局続けられるか続けられないかっていうところになってくるから、多分伊藤の今の感じだったら大丈夫と思うんだけど、うん、まああと2週間は多分いけると思うけど、うん、ちょっとやってみて自分の体の反応と比べて、あんまりにも筋肉痛が広かったら、うん、間開けたりとかしてちょっと様子見た方がいいかな。なるほどね。うん、了解了解。うん、それはちょっと体の反応見ながらまた相談してもらえれば全然 OK なんで。うん、オッケー、オッケー。じゃあチャリンコを取り入れます。で、その結果また楽しみにしてます。okay、ありがとう。また明日もお願いします。はい。です。